じゃ利益は望めんな。破壊した。敵のハッカーがシステムを破壊しようとしている。ひどくやられたもんだ。戻ってこい。画面の前の皆さん、こんにちは、コレサーです。ということで、今回はね、まあ、3週間ぐらい前の動画かな ?3 週間前ぐらいの動画で、一度対戦したことがある、マウサーのね、マウサーの方の、マウサーエンブレムの方のパーティーにまたお会いすることができたんで、で、リベンジにね、まあ、することができたんで、まあ、その前の試合ボッコボコにされてるんだけど、ジャングルで1試合リベンジすることができたんで、まあ、その動画を後付けにしながら、ちょっと次回作のことに踏まえても軽く触れながら話していきたいと思います。まあ、タイトルとかにはなってると思うんですけども、結構ね、いろんな人が僕のまあ、前回の動画しかりなんですけども、そのクロスプレイそのものを勘違いしてる方が結構いらっしゃったんで、まあ、それを改めてちゃんとね、僕の動画でも、まあ、他の方で説明してる実況者の方だったり、配信者の方もいたんですけど、まあ、僕も、昨日の動画でコメント欄で、結構勘違いされてる方がいたんで、ちゃんと僕の動画でも、説明しようと思います。まずクロスプレイについてなんですけども、まあ、動画内でも言った通り、どういった規模でのクロスプレイかっていう、その詳細まではまだ、発表されてないんですよ。なので、あくまで、まあ、予想では、フォートナイトと同じように、フォートナイトがそうらしいんですけども、PC 版のコールオブデューティをやってる人とプレイする際に、パーティーを組んでプレイする際に、一緒にパーティーを組むことができて、で、そうなると、PC のサーバーの方に飛ばされるっていう、そういう仕様になる、というのが、まあ、大方の予想というか、おそらくそうらしいです。なんで、常に今後、普通に起きました。プレイステーション4起動しました。公開マッチ行きました。で、PC の人と一緒にやれるとかではなくて、あくまでプレイステーション4の人は普通にやってればプレイステーション4でやるんですけども、PC 版の人と、パーティーを組んだ場合だったりとか、PC 版の人と遊びたい場合には、PC サーバーの方が選択することができるよっていう、まあ、そういった感じのクロスプレイに、なるんじゃないかなというのが、まあ、大方の予想というか、海外の記事だったりとか、まあ、いろんな有名な方のツイッターを見ても、まあ、おそらくそうなんじゃないかなという話ですね。なので、なんか PC 版のね、ゴリゴリにうまい、まあ、それこそシュラードさんとか、ああいう人たちと、普通にマッチングしたりとか、まあ、とにかくその PC 版のうまい人たちに、ボコられるみたいな、かられるみたいなことは、おそらくそんなに心配はしなくていいんじゃないかなというふうに思います。で、このクロスプレイ関連でもう一つ勘違いされてる方がいたんですけども、マウスコンバーターについての話ですね。これに関しても、僕が調べた限りです。僕がいろいろ海外の記事読み漁った限りだと、別に、具体的な対策がどうこうという話はないです、正直言って。なので、まあ、これも昨日の動画でも言いましたけども、フォートナイトは、PC 版にそのクロスプレイが対応していて、その上で、今週までもマウスキーボードが、使えるようになってるんですよね、直差しで。設定が用意されてるんですよ。なんで、その直差しの設定が、まあ、もしかしたら、次の、コールオブデューティモダンフェアでも用意されるかもしれないねっていう段階なんで、まだその直差しで、実際に稼働するかどうかっていう、その確定の情報っていうのは、まあ、僕が調べた限りでは出回ってなかったんで、まあ、ぜひ、その直差しが本当に実装されるっていうソースがある方はね、コメント欄で、教えていただけるとマジでありがたいです。はい。まあ、そうなんです。なんで、まあ、そのフォートナイトを前例としてね、前例として挙げた上で、クロスプレイ、PC 版とのクロスプレイに対応してるということは、まあ、コンシューマーの方でも、直差しで、マウス、キーボードが、まあ、使えるようにするんじゃないか。なので、まあ、要するにコンバーターを使わなくても、マウスキーボードで直差しで、まあ、そのサーバーがどこに飛ばされるかわかんないですけども、まあ、直差しで、CS サーバーだろうが、まあ、PC サーバーに飛ばされる仕様になるのかは、まあ、ほんとわかんないですけど、まあ、とにかく直差しで、用意されている。そういう風に直差しで使える設定があるということは、まあ、そうなった場合、コンバーターを使う必要はなくなるよねっていうだけの話なんで、本当にね、結構本当になんか早とちりというか、勘違いしてる方がもういろんなところであちこちあちこち、もう火を吹いては暴れ回りみたいな感じなんですけど、まだ慌てなさんなの精神で、はい、行きましょう。ただまあね、次回作、モダンフェアに関しては、新しいエンジンを使って、まあ新しいエンジン、新エンジンの実装だったりとか、あと、シーズンパスの廃止ですね。シーズンパス、今までだったら、有料のマップパスを買わないと、新マップで遊べなかった。なおかつ、新マップを持ってる人、持ってない人でサーバーが分かれてしまったとか、そういった問題の解決に向けてかなり積極的に動いてるという、まあ今のところはそういう意思が見られるので、まあ、直差しの方にも期待していいんじゃないかなというのが今の風潮というか世論みたいな感じですね。
まああとあれか、武器レベルもなんか全部のモードで共通するとかいう話も出てるからね。まあそれぐらいいろいろ、まあゲーム自体の一つのつながりを強くするっていうのが、まあ発表から伝わってきたテーマなんで、まあそういう意味で、まあ期待はしていいのかなという気は当然しますけどね。まあどちらにせよ僕の考えでは、まあたとえ直差しの設定が用意されようが、直差しでね、そういうなんか、視野角が変えられたり、まあ、視野角は何とも言えないけど、まあとにかく、キーボードマウス直出しの設定が用意されようがね、今週ババに用意されようが、まあ、僕は正直コンバーター使う人は、使い続けるんじゃないかなとまたか思ってますし、本当にね、なんかね、こう言うとマウス用語みたいなことで言われることがあるんだけど、そういうのを抜きにして気にしない方がいいと思います。はい、まあもちろんそれは君が、まあ、この動画じゃないけど、そうやってなんか互角に戦ったりとか、まあ、たまに、まあ、もちろんね、パーティーとかだったらボコボコにされますけど、なんかその1対1の戦いだったら別にそんなに違和感を感じれずに、あなたが強いからそうやって言ってるんでしょうみたいな風にコメントをくださる方がいるんですけど、まあ、確かに、まあ、そう言われたら、まあ、否定はできないですよ、正直言って。うん。それはだって僕はもう今更本当の意味で初心者さんの気持ちになることはできないんで、それはあなたがそこそこ互角に戦えてるからでしょって言われたら、正直言ってまあ、その気持ちが本当に違うかどうかっていう否定はできないですけど、でもまあ、なんて言うんだろうな、その、まあ、コールオブデューティーっていうコンテンツがね、これから先も続いていく上で、絶対に、まあ僕はなくならない問題だと、正直って思ってるんでね、これに関しては。まあ可能性があるとしたら、プレイステーション5とかが、もうそのハードが変わる。その、プレイステーション4が終わって、プレイステーション5に変わった時に、どういう、まあなんだろう、接続の、まあだからさっき言った直出しがね全ゲーム対応になるとか、まあもう そもそもコントローラーがどうなるかもわからないわけだから、プレイステーション5に関してはね。なんでまあそこでね、まあいろいろ変化がある可能性はあるんですけど、まあ今のところはそんなにその躍起になってもしょうがないのかなと思いますし、あとまあブラックオプス4に関してはね、そのまあマウスとかソードフィッシュとかそういう次元の話じゃなく、僕やっぱ一人で楽しめるコンテンツすげえ少なかったなって思うんですよね。ブラックアートもソロって言うて微妙じゃないですか。まあ、正直。ソロでやるもんじゃないじゃないですか、はっきり言って。だって、まあ、開幕、まあ、無駄死にすることもたくさんある上に、下手したら、なんか建物の中で角待ちしてた敵に、まあ、やられて一瞬で終わりみたいなことも、まあ、バトラーなんて当然あるわけで、で、キャンペーンもなくて、で、まあ、次回追加されるスペシャルオプスみたいな、コープモードもなくて、とにかく一人で遊べるコンテンツがあまり少なかったかなというのが、まあ、ブラックオプス4の印象なんですよ。その点で言うと、モダンフェアはね、そういった一人で遊べるコンテンツ、あるいは、まあ、オフラインの友達ですよね。学校の友達、塾の友達、部活の友達、なんでもいいですけども、そのリアルの友達と遊べるコンテンツっていうのを、まあ、用意している印象なので、今の発表を見ている限りは。なので、まあ、そちらの方で僕は多分初心者さんが遊びやすい、まあ、FPS、コールオブデューティを続けやすい環境を作っていった方が今はまあいいんじゃないかなと思います。まあ、僕はフォートナイトの事情に詳しいわけじゃないので、正直言ってわからないんですけど、一時なんかフォートナイトがさ、そのコンバーター検知する、なんか、あれがあったじゃない?コンバーター検知するようになったみたいな。あれって結局どうなったんだろうね。よくわからんのだけど、今のところもフォートナイトって、もうその検知されてコンバーターは使えないようになってるのかな?まあよくわからんけど。まあいずれにせよそれがコールオブデューティーで必ずしも同じような仕様になるとは正直限らないので、うん。その辺に関しては、あんまり早とちりせずにね、うん。まあ、座して待とうみたいな感じなんじゃないかなと思います。そうで、あとね、これもまたツイッターでね、リプライで、まあなんか COD とかそういう FPS 系っていうのは、まあなんか、負けるのが悪いというか、どうせ最初はみんな初心者で、なんかその、そこの過程を、なんか乗り越えるメンタルがないと、やめるしかないみたいなことを言ってる方がいたんですけど、僕全くそうは思わないんですよ、はっきり言って。だって COD って別に、ね、正直言って、COD の公開マッチそのものはスポーツでも何でもないんで、はっきりは務まりますけど、うん。e スポーツっていうかその競技シーン、ちゃんとルールを用意されてる競技シーンは確かにスポーツに限りなく近い。もうスポーツだと思います。はい。でも公開マッチははっきり言って全くスポーツじゃないです。はい。こんなのは、校庭でみんなでやってる お遊びのサッカーですよ。はっきり言って。部活でも何でもない。なんで、まあ、当たり前ですけど、コーチがいるわけでも、監督がいるわけでも、下手したらだって、自分の味方みんな40歳のおっさんで、相手だけなんか現役バリバリの普段からみんなで部活動やってるチームと戦うみたいなことは余裕であるのが公開マッチなわけじゃないですか。こっちの裏で相手全員フルパーティーでみたいな。っていうのがスポーツなわけないんですよ。なんで、それが我慢できないやつはやめろっていうのは、俺はマジで、頭おかしいやつの暴論だと思ってるんで、それは絶対に違うっていうことははっきり言っておきたいです。なんで、公開マッチに関しては、やっぱり、まあ、これ俺がいくら言ったところで仕方ないんですけど、俺がいくら言ったところでね、ほんと仕方ないことなんですけど、やっぱり、まあ、自分もそうだし、相手に対してね、リスペクトじゃないですけども、やっぱ楽しむ心が、マジで一番大事だと思うんだよね、ほんとに。これは別にその、なんだろうな、わざわざ初心者に優しくしろとか、わざと負けろとか、手を抜けとか、そういうことではなくて、
そういうのは別に全然考えなくて、全力でね、楽しんで自分の好きや、自分が好きなようにやればいいんだけど、ただ、そういうね、初心者さんが敵にいるんだよっていう、そのことだけを頭の片隅に入れて、まあ、楽しくやればいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、まあなんでそんなに公開マッチの勝ち負けでね、なんかああだこうだガタガタ抜かす必要も正直全くないと思いますし、うん、なんでね、もうちょっと気楽に公開マッチは、強い人に会ったらうわ強えな、でなんか下打ちしてくるような嫌な人に会ったら、うわこいつ絶対女の子にモテねえだろうなとか、友達好きねえだろうなとかいや本当にそれぐらいの、まあ、軽い気持ちで楽しむのが一番だと思います。そこに対して全力を注ぐぐらいだったら、それこそリーグプレイとか用意されてるし、今はね、まあ、競技シーンとかも盛んになってるんで、そっちに全力を注いでそっちで頑張るっていう選択肢を取った方がいいんじゃないかなと、うん、公開マッチにいろんな意味でなんか正しさ全てなんかもう 100% の正しさみたいなのを求めるのは、まあ、難しいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。小手さんでした。お疲れ様です。おーつーぽん作りしていきました。はい、まあいろいろもうね、リーク情報だったり出回ってるんで、ぜひ皆さん詳しくことが知りたかったら調べてみてください。とにかくまあ AK、ファーマス、MP5 だったり現代武器がもう PV で登場しているので、まあ現代戦は確定です。非常に楽しみですね。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。コレッチさんでした。お疲れ様です。